池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は10時30分を回りました皆さんこんにちは池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました <laughs> 今日はちょっとピーチちゃんが緊張しておりますがはい。今週もお聞きいただきましてありがとうございますこの番組は面白いよう形にの恋愛プランニングと 壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けいたします。パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサル池田あゆみです。この番組はリファーラル、協会を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方に通ってお <laughs> お役に立つ情報や、とっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。その方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは7、7 9 7 a m k f m 機 n o t c o m 7 9 7 a m k f m 機 n o t c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。 ツイキャストレッジでもお配信してますのでぜひ、FM 向きのワンを検索して、えー、アプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスからのコメントお待ちしております。はい、もうなんかね、あっという間にもう1月終わりになってきちゃいましたね。そうですね早いな、今年明けてもう1ヶ月ってことです。はい

今日はね暖かまあ日差しは暖かいんですけどはいもうちょっと気温はね、えーうん、朝は冷え込んだなっていう感じでしたけれどもうん,うん今日の沖縄のお天気いかがですかはい沖縄はちょっと追加する YouTube ライブで動画も見せるんですけど、はい、今日すごい晴れてますいいお天気、はい、なんかポカポカっなってきましたいいですね、はい、うんなんかこの空の色から暖かさが、うん 伝わってくるかな、はい、でも実はまだあの、うん、寒さはこの先週から引き続き、はい、あ,あるんです、ね、なんか先週、急激に寒くなったんですよ<ー>、はいで。沖縄でも本当に最高でも15度とかしか上がらない日とかが続いてたんですけどううん、うん、うん、最高でも東京とか埼玉とかに比べたら全然なんですけど,ど沖縄にしてはすごい寒い。 そうなんですね、最高5度とかね。で。なんか画面ね、今日は可愛らしいゲストがお来たんです。皆さん、こんにちは。ってください。全国配信してますよ。今日はね、FM 技能ワンさんに、はい、ありがとう。FM 技能ワンさんに、職場体験で中学1年生の子たちがお元んです。 そうですね。はい、実は明日からまたプラスで3名来るんですよ。別の中学校そうなんです。人気ですね。はい、なんか職場体験ウィークになりそうで。はい、この3日間はすごい賑わいそうですね。はい、いや皆さん頑張ってくださいね。りなラジオ局で職場体験っていいなね。私の時も全然想像つかなかった。 業種なので,うん、うん、で今こうやってできる子たちちょっと羨ましいなって私も思いましたね。はい、私の頃はね職場体験ってなかったんですけど、うん、逆にあの受け入れ側として<ー>中学生の子たちをね、はい、あのうちで体験していただくことはありましたね。う あのね、家業の草加煎餅屋の<あ>え工場、男の子たちは、ね、職人たちと一緒に力仕事をやったりとか、穴を全部作ったり、<ー>女の子たちはこう袋詰めをしたり、箱詰めにしたりして、今度、その商品として、今度、お客様の目の前に、ねうん、出るようなものっていうのを一緒に作ったりですとか、うん、お店にもうみんなで並んで、元気よくいらっしゃいませとかね。えー <laughs> で、はい、お預かりしてることはたくさん、何度もありますね。うもうきっこの経験がね、いい思い出になると思いますので、はい、皆、えー、さん頑張ってくださいね。はい、え、早速コメントたくさんありがとうございます。ま、うん、ナみさんお願いします。はい、えー、まずはえー、高保さんから、えー、あゆみさんおはようございますということで、とえー、ワンちゃんの絵文字もつけてくれました。えー、いつもありがとうございます。<laughs> 今日はピージちゃいしょです。はい、えー、そして埼玉のゴーさん。うん からもおはようございますと来てますね。はいおはようございます。はいえそうかなんですか。僕はその少し北に住んでいます。今コシガやレイクタウンの皮膚科に向かっております。わかります。そうなんですね。隣町です。はいはい。そのままじゃあのね南に下っていただくとあのセンビアがありますので、はい今そこから配信してますのでぜひ号さん。 ねおせんべい池田屋池田屋ですよね名前池田ですはい総合せん池田屋ですお時間あれば立ち寄ってみてください <laughs> はい、えー、高坊さんからな、えー、めんなよワンっても来てます <laughs> 今日年明け一緒にペロペロしてますからねカープボーイさんからも、えー、池田さん、はい、まなみちゃん皆さんこんにちは、えー、今日からあったかくなるって言ってたのよお家の中寒い <laughs> <laughs> 寒いらしいです。ね<え>、うん、まだまだ寒い日が続きますね。うん、はい。えー、埼玉の郷さんから、今沖縄のコミュニティラジオ局が頑張っているから子どもたちが職場体験の選択ができるのよといただきました。ねうん。本当に幸せですよね。そう、選択肢が多いっていいですよね。うん、そうですね。うん、でもそうやってまた選んでくれてることも私も嬉しいなと思って。えー、うん、うん、そうですよね。はい。真由美さんは職場体験って 私は動物病院に行きましたええーっ、はい、そ,そうそうそう、うん、なんかまあ基本的には、ね、やっぱ掃除したり、はい、でなんかその診察の様子を見たりみたいな感じだったと思うんですけどうん、うん ええー、いや、でもいいですね。はい、あの、動物好きのね、うん、ちょっと、そういう、こう、どう、獣医さんたちがどんなことをして、うんうん、なんとなく私たちはね、はい、あのかわいい、かわいいでいますけれど、うんね、人間のエゴでね、あの、こう、ペットが病気になっちゃうみたいなっていうこともよくありますから、うん、それに対してね、はい、現場はどういうふうなことをしてるんだ、なんていうのを見ると、うん やっぱりペットとの向き合い方なんていうのもね、だいぶ変わってくるかもしれないですね。ですね。いいですね。ありがとうございます。あ、カートボーイさんからも来てますね。職場体験がある世代って羨ましいね。僕の時代はそんなのなかったなって。なかったなかった私の。なかった。あそっか。うん。マナミさんその時代に生まれてるんで和昭和時代ちょっとなかった。ああ。 そうななんですね。はい、なんか結構歴史があるものだと思ってました職場体験、うん、はいちょうどね今日は職場体験っていうことでいらっしゃってるのもあるんですけども皆さんねいろんなお仕事もされてらっしゃってその分野専門家でいらっしゃると思うんですけどプロフェッショナルなお仕事ってね、うんあの わこの人すごいなとかって思う人いると思うんですよ。例えばね大工さんとかも、うん、あのバーンでこう高いところに登ってって、うん、もうあんな大きな、ね、お家をこう一人二人でこう見事に建てていく様子だったりとか、はいうん、プロの仕事ってすごいなって思うこと多々あると思うんですよね。うんうん なんかこういう人すごいって思うなんかプロフェッショナルって野美さんいいらっしゃいませんプロフェッショナル、うん、でもやっぱりこの最近隣 FM 祈願の隣の敷地では新しいあの大学病院の建設をしてるんですけどそこにやっぱたくさんのそういうい大工さんとかこの建設のお仕事されてる方っていうのがいらっしゃるみたいで。うん <laughs> でもなんかその中にもいろんな仕事があるっていう話をこの前聞いたんですよ。はい、ってなった時にもうなんか私の知らない世界すぎていやすごいなと思いました。うん。うん、本当ですよね。全然 <laughs>、ね、自分が知らない世界のプロフェッショナルってすごいなんか尊敬しますよね。うんうん うんまあ、今ねいろんなビジネスがあって、まあ、それぞれ皆さんもそのプロフェッショナルだと思うんですけどもプロフェッショナルってどういう人をプロフェッショナルって言えると思います、はい、どういう人極めてる人ですかこの間もねちょっとお話ししましたけどプロフェッショナルって一番、はいえー、時間の法則っていうのがあります、うん、ありましたね。 1>, うん、1万時間、そのお仕事とか、それに没頭すればね、お仕事だけじゃなくて、好き、うん、なことでもいいと思うんですけど、うん、1>, 1万時間をそこにもうかけたらば、うん、そこが、モプロフェナの領域になっていくっていうね、その経験が実績になっていくっていうことですね。なので、き、えーまあ、今日ね、ちょうどお職場体験にいらしたという、はい。 えー、皆さんがですね、うん、これをきっかけに興味持っていただいてラジオを1万時間ずっと聴いたら <laughs> もうね、こ<ー>のラジオプロフェッショナルになって<ねえ> <laughs>、えー、このパーソナリティにはこんな特徴があるとか <laughs> こういう話し方をしたらこういう反応を取れるようになるんだっていうようなね、うん、なんかレポートを書かれたりしたら <laughs> すごいですね。そうですね でそれ、はい、FM 技能アナさんにこんなレコード出ましたよとか言って教えてもらったらすごいかもしれない。はい <laughs> はいね、でもこれを機にすごい本当にラジオをちょっと、ね <laughs> うん、たくさん聴いてほしいなって思うのでそうですよね。た、うん、だからそのプロフェッショナルになるまでにいろんな過程があると思うんですよね。うんはい、これが好きだからやってみようだったり、うん、逆にこれが苦手だからやってみようってこともあるかもしれないし。うんうん これをもっと上手くな,、えー、なりたいとか、うん、これを本当にビジネスとしてやっていきたいとか、まあ、いろんな、えー、考え方とか取り組む姿勢っていうのはあると思うんですけども、うん、逆にもプロフェッショナルになれない人ってどういう人なのかなっていうのを考えると<ー>どういう人がプロフェッショナルになれないと思いますどういう人うん。うーん なんだろう、努力が足りないみたいな感じですかね。うん、うん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 そうですね、うん、あんま努力しないとかね。うん,うん、うんうん、あのねプロになれない人は、はい、行動しない人だと私は思うんですよね。<ー>うん、行動しない、えー。行動しない人こういうふうになりたいって思いながらも、はい、何の行動も起こさなかったら。うん プロにはなれないですよね。うん、うん。大谷翔平さんだってね、あの、プロを目指したいというか、とにかく野球のプロフェッショナルになりたいって思って、毎日素振りしたりとか、キャッチボールしたりとかっていうことの積み重ねを、うん、もうずっと行動を起こしてたから、うん、あんなメジャーで素晴らしいね、大活躍をしてらっしゃるわけじゃない。うん、一歩ってほんのちっちゃいことだったと思うんですよね。はい うん、お父さんに向かってボール投げただったかもしれないし、うん、お友達と、あのー、キャッチボールしたよとか、うんえー、サックーペッツやったよとかっていう小さな行動だったかもしれないんですけどそ、うん、こ,こからやるって決めて行動を起こすから、うんえー、成功できるんですよね。うん、なのでもう私もねたくさんの方のたくさんのお経営者の方たちと、はい、お接する機会が多いんですけれども。うん めちゃめちゃこう雄弁に語ってすごい知識をたくさん持ってるんだけれども、うん、全然行動してない人っていうのはもうちょっとその人の様子を見たらすぐ分かっちゃうんですよね。<ー>うん、なのでよくねもう私はセミナーとかやってますけど、はい、ノウハウコレクターの方っていらっしゃるんですよ。うん、ノウハウハコレクターっていうのは、どうぞ セミナーにね、いつもいつも来るん、うん、いらっしゃるんですよね。うんうん、でも私は、こう聞いたことを、あもう、うこれすごいと思って聞くだけで終わりにしたら、うんうん、いや、今日いい話聞いたな、で終わっちゃいますよと。うん、私はいい話するつもりはもうとないんだよと。うん、皆さんに一歩でも行動していただいて、定価、うん、につなげていただくためにお伝えしてるから。うんうん これを聞いたら必ず行動を起こしてくださいってことにいて話ですの、はい、でその行動に失敗というものはないんですよ失敗が怖いから皆さん行動を起こせないんですけど<ー>失敗ってないんですようん、うん、行動を起こしてみて、うん、うまくいったこととうまくいかなかったことっていうこの2つしかないんですよねうん、うん、でうまくいかなかったことは じゃあどうやったらいいかなって改善をしたりとか考えたり、うん、またそこで行動を起こしていけばうまくいくんですよね。うん、唯一失敗っていうのは行動を起こさないことだと私はじゃあ行動を起こせば、うん、行動を起こしたことに関しては失敗はないよっていうところですね。うまくいったこととうまくいかなかったっていう結果が出ただけであって、うんうんうん これはね、あなるほどうーん、うん、これねこの職場体験の子たちにも、はい、なんかぜひ心に留めてほしいですね、うん、<laughs> <laughs> なんかこの<う>失敗,失敗し,しそうだからちょっと怖いなみたいな感じでね、うん、行動しないんじゃなくてまずはやりたいこととかあったらやってみるっていうところ、うん、はいそうなんですよね よくね、失敗は成功のもとなんていうふうにも言いますカープウォーイさもね、うん、失敗は成功の母なんていうふうにも言いますけれども、はい、これね、うんえー、ナポレオンヒルって、不可、はいえー、正解いらっしゃるんですよね、拒否、うん、を無十三の成功法則日本もあるので、ぜひこれはね、えー、もう本当に素晴らしいこうビジネス書というか、自信になるので、芸、うん、者ならば、えー、誰もが読んだことのある。う 思うんですけども、これ、ディール・カーネギーっていう人の、はいえー、指示で、えー、ナポレオン・ヒルはですね、世界にいる200人の成功している経営者たちのお話を聞いて、うんうん、成功とは何なのか、どうやったら成功ができるのかっていうことをリサーチした、うんです。あっちこっちっていろんな人からお話を聞くんですけれども、うん、その、うん、成功者たちが、 共通して言ってたことやってたことっていうのが13個あると、うん、逆に失敗してこれだけはやらなかったっていうことはもっとたくさんあったんですよね100近くあったんですよね<ー>だからそれをやらないで民ながやってたことをやればいいよねっていうことを1つの本にまとめられてるんですけれども、うんうん、これもその中で、えー、皆さんおっしゃってるのが、うん、失敗を恐れることが 恐怖を感じて失敗を恐れることが失敗のもとであって、うん、まず行動を起こすことでうまくいく、いかないっていう結果を得るっていうのが第一歩だってことは、うん、そこで書かれていなるほど、そうなんですね。うん、はい、はい、ぜひ皆さんもね、一歩踏み出していただきたいんですけど、はい、はい、たくさんコメント、うん、ありがとうございます。くお願いします,すい。カープボーイさんから、えー、プロフェッショナル、うん、 はえー、三振をカープボーイさんはやってるので、うん、音楽の演奏時間とか僕の先生もプロフェッショナルで素晴らしい演奏をかけて大学で教えていたこともあるみたいだよということで演奏の、ね、時間によってじゃカープボーイさんはプロフェッショナルって思ううってことでですすかね、はい、そうですよねそよ高墓さんは、えーまあ、プロフェッショナルとはその能力で。えーうん ご飯を、飯を食う人のことかなあってきてます。うんうんうん、うん、そうですよね。あなるほど。それでビジネスにちゃんと変えられてるっていうことですね。うん、ですね。はい、えー、そして山内さんからも、えー、おはようございます。そのお話すごくよくわかると。うん、えー、口ばっかりで努力もせずに、やったつもりの人はプロになれない。 本当そうですね。うん、行動するかしないかっていうのはね、うん、重要な気がしますね。はい、はいはいえー。そして埼玉の郷さんからも、えー、失敗はやったから失敗するんですよね。やらない人には経験できないこと。うん、そうそうそう。うん、うん。そうなんですよ。だから、ぜひですね、えー、今日のね、うんえー、体験の方たちも、はい、せっかく FM 機能ワンさんのね、素晴らしい環境の中で、うん、 えー、体験をさせていただけるんですから体験は自らしてみましょう。期間にうまくいかなかった、ね、これは結果なだけですから、うんうん、それを成果に結びつけていくまた行動に、ね、改善して、うん、よかったことはそれを繰り返しやればいいし、うん、これを1万時間繰り返したらもうプロフェッショナルです、ねうん、からね。<laughs> うんうん <laughs> はいえー、埼玉の郷さんからまたコメントが来てますね、僕の親はできないのにとか、マイナス発言が多くて嫌でしたね、なので、僕の子供たちには、ワイフの助言もありながらも、どんどん好きなことをやらせていますね、おかげさまで先週、長男が高校入試で滑り止めの私立高校を受験して合格しましたってことですね。ねやっぱううんうん、うん なので、一歩ね、踏み出した、ここに勇気が必要なこともあるんですよ。うん。そこが恐怖を感じてしまう、怖いなって思うこともあるかもしれないんですけど、うん、はい。一歩出ちゃったら、意外と出したことなかったり、うん、何でもでったりすることもありますよね。結構、あっ、結構簡単にできたとか、<laughs> なんか <laughs>。そ,そうそうそう。うん これって、あのー、やらないこと、チャレンジって、うん、お化けと一緒だなと思っていて、お,<ー>お化けって、ま、なみさん怖いですか私お化け怖い派ですね。お化け見たことありますないですね。見たことないのに怖い。<laughs> <laughs> 確かに <laughs> えじゃあ、ゾンビって怖いですか <laughs> ゾンビも怖い ですうんゾンビ見たことありますないですね <laughs> <laughs> でもゾンビって怖いっていうか、うん、あれは映画の世界だから気持ちといっては思うけど、はい、自分が怖いっていうのとはまた違いますよね、うん、あそうですよね客観的にねああやって見て、うん、勝手に怖さを感じているというか。 そうそう自分が、うん、こ,うこれに来たら怖いんだろうなって、うん、こういう感情移入をしてみるから怖く感じるけど、はい、でも本当に怖いわけじゃないじゃないですか、うん、でもお化けってみんな怖い怖いって言ってる誰一人見たこともないのに、うん、怖いのって、うん、あの存在しないものは怖くはない。うんうん だからこのお化けと出会うのと同じような感覚だと思うんですけど、うん、まだ未,未知の世界に踏み出す時はね、はい、でも大丈夫大丈夫お,お化けいないから <laughs> 皆さんは勝手にゾンビみたいなのを想像して、はい、自分で勝手に怖いんだぞって思い込んじゃってるけど、うん、そんなのいないので一歩踏み出した時に、うん、もっともっと素晴らしい体験がね、はいえー 待ってるよっていうことを考えて、がんあのチャレンジしていただけたらなと思います。うん、はい。うん。それでね、何か踏み出してこんなことうまくいったよとか、えこれやってみてうまくいかなかったんだけど、うん、誰かアドバイス長大とかね、うん、えそんなご意見あったらぜひ番組の方にもご意見をお寄せいただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい。えー、実はねこの、はい、放送なんですけども。はい あのー、ちょうどね、うん、FM 犬湾さんが今度こう、あの建物が、ねはい、工事になるそうで、うんうん、生放送がちょっとのちょっとの期間だけお休みになるので、2月いっぱいかな 2> 2月いいっぱいですね、なので、うんうん、3月からまた生放送再開という感じで、それまではもう私がですね、えー、皆さんにもマシュマシュ。うん ちょっとまなみさんはね、はいえー、登場しないんですけど、<laughs> 私が毎週お届けさせていただきますので、はい、ぜひ引き続きお聞きいただきたいと思います。今度お、FM ギノアさんのはどあ建物はど,どんな感じになっちゃうの、はいえっと建物というよりは、<laughs> FM ギノアのこのスタジオとホールがとてもきれいになると思います。うんうん、おー楽しみですね <laughs> そ新しくなった後にに、ね、沖縄にあゆみさんもお越しいただいて、うんはい、新しくなったスタジオでも生放送してほしいなと思います。すそうですね、うんはい。今年は沖縄に、ね、お伺いしようと思ってますので、はいうん、新しししいスタジオを楽しみにしてますその間です、ね、はい、なかなか、ねえー、皆さんとこうキャッチアップできないんですけど、はいうん、ぜひ番組の方にメールを送ってください。ね、メールをお寄せください。うんうん はい。そしたらね、えー、常にこうね、FM 技能案の方が私にもお知らせくださいますので、はいえー、メールいただいた方には必ず私返信させていただきます。うん、はい。はい。で、そうやってね、皆さんとあのコミュニケーションを取れたらいいなというふうに思ってます。はい。はい、ということで、残りわずかになりましたね。 はい。はい、さあ、えー、今日ね、えー、お聞きいただいてる皆さん、ぜひですね、えー、お化けを怖がらず、一歩踏み出していただいてチャレンジして、えー、皆さんの結果ですね、えー、良かった、悪かった、ぜひこんな体験を、磨き上げて、成果につなげていただきたいと思います。そして今日はね、えーけん、えー、職場体験に来てくださってる中学生の皆さん、はい、はいぜひ素敵 <laughs> な体験を重ねてくださいね。 またね、明日も新しいさん出、そうです、新しいところから、はい、来ますねはい。ありがとうございます。うん、あの、<laughs> 職場体験の違い、楽しんでねってコメ,ねねコメント来てますね。はい。はい今週もお聞き,いた,だきいただきました。ありがとうございました。アメイジングビジネススペクタクラライフ。素敵な一週間と一日をお過ごしください。お相手は池田あゆみでした。また来週お会いしましょう。今週もいってらっしゃー